いどうも、今日はカルボヌーラを作っていく。卵黄、生クリーム、粉チーズをぶち入れて一気にかき混ぜていく。よし、ここで塩、胡椒しっかりと味付け。バターを投入、弱火でじっくりじっくりじっくりとベーコンを炒めていく。火が入ったらシャンペニオン、そしてゆで汁で一旦火を止める。よし、先ほど作ったソースをこの中に投入。よし、茹で上がったパスタもこの中に投入。よし、そして一気に弱火で火を入れていく。よし、コンロから少し外しながら、これを繰り返しながら火を入れていく。これがカルボナーラの一番の極意。よし、いい感じの濃度になったら皿に盛り付けていく。この絡み具合は最高だ。よし、そして最後の最後までソースを流し込んでいく。よし、ここで俺の秘密兵器、ブラックペッパーをぶちかける。これが俺のカルボヌーラだ。 YouTube もよろしく。